から2021年2月定例市長記者会見を始めさせていただきます。手話通訳は鎌倉希、青山紀子が担当いたします。それでは品川市長お願いします。おはようございます、旅館でかつ余震のお話もある中ご参集賜りまして誠にありがとうございます。記者会見定例のものについてご報告する前にですね、地震被害について、今現在での確認状況をご報告申し上げます。2月13日23時07分、福島県沖深さ55キロメートルを震源といたします。マグニチュード 7.3、最大震度 6強、本市の震度6弱とする地震暫定値でございますが、発生いたしました。この地震に対しまして、災害対策基本法第42条の規定によりまして、昨年9月に改定いたしました、郡山市地域防災計画に基づきまして、迅速なる災害対策本部を対策に立ち上げに努めまして、2月14日で0時30分には、第1回本部会議を開催し、被害状況の確認、情報収集、そして避難所開設など、指示するとともに、本日に至るまで3回の対策本部会議を開き、被害状況の確認や対応状況、今後の方針等について、関係機関の皆様とともに、協議をしてまいりました。現時点で、この時点での被害状況でございますが、人的被害といたしましては負傷者13名の市の施設では市庁舎をはじめ中央図書館や公民館など137施設のほか、下水道の漏水や道路のひび割れ、また住宅においては瓦屋根の落下や塀の倒壊など多数の被害を確認いたしております。被災された方々に対しまして心からお見合いを申し上げます。今後におきましては被災状況のさらなる把握確認に努めまして、被災者支援に遺漏なきを期し、合わせて被災した公共施設の修復についても速やかな財政措置を図り、早期の復旧に万全を期してまいります。なお、罹災証明書の申請交付につきましては、新型コロナウイルス感染症防止対策の観点から郵送により対応させていただくこととし、本日2月15日から受付を開始するよ、受付を開始いたします。で、関係資料をお付けしておりますが、ご覧いただければと思います。で、また令和3年2月13日発生地震被害に伴う総合相談窓口の開設を予定しておりまして、市民の皆様からの地震被害のお問い合わせ等に迅速に対応するため、明日2月16日、市役所の政庁に総合相談窓口を開設いたします。詳細につきましては、本日の災害対策本部会議を通して、改めましてご連絡申し上げます。電話番号等、その時に皆様にまたご報告いたします。それでは、令和3年度当初予算の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。はじめに3ページをお開きいただきたいと思います。令和3年度当初予算はこの4月に市長選挙が施行されるために、いわゆる骨格予算ということになります。義務的経費、継続的事業及び市民生活密着した事業を中心とした予算を骨格予算と称しております。また除去土壌等搬出事業等の進捗により除染に要する経費が大きく減額となったため、一般会計当初予算は1209億9000万円、一般会計特別会計企業会計を合わせた当初予算総額は2218億2278万2000円となりまして、前年度と比べ 8.1% の減となります。いわき市、福島市まだ未発表でございますが、いわき市も同様減額というふうに伺っております。
次に4ページをご覧いただきたいと思います。令和3年度当初予算につきましては SDGs の基本理念を踏まえつつ地球温暖化や2025年問題など予見可能性の高い将来課題から現在の取り組むべき方策を考えます。まあ逆算って言ったらいいのかバックキャストと言っておりますが、そうした中長期的な視点に立ってその令和3年度のなすべき課題を予算化した次第でございます。で、将来の課題といいますのはもう皆様ご承知のように2025年、2030年、2040年、2050年と、その資料にございますようにそれぞれですね、目標が掲げられておりますので、これは高齢者のみならず日本国自治体すべての共通の課題でございますので、少なくとも他自治体に遅れを取らぬと、あるいは施策において内容においてですね、遅れを取らないようにですね、この年度の令和3年度の予算もその中で位置づけて展開をすることとしたものでございます。で、2025、30、40、50ということについて何が目標課題になっているかというのは、お示しした通りでございますが、2050年のこの二酸化炭素排出量ゼロの、達成目標年度は2050年、30年後でありますが、すでにですね、民間企業によってはそれに目指した着手して新たな商品サービスを提供する動きも見受けられますので、まだ先のことだということはなくてですね、十分に産業界あるいは他の自治体の動きを見ながら少なくとも遅れを取らないように当初予算組みましたが補正予算も今後組んでまいらなければならないと認識しております。で、次に5ページをご覧いただきたいと思います。予算編成方針でございます。これはすでにですね、皆様方市民の皆様にも公開をさせていただいておりますが、いわゆる骨格予算でございますので、新型コロナウイルス感染症の収束がまだ見えない中、市民生活やなりわいを守り抜き危機的状況を乗り越えるために必要な措置は危機管理予算と私ども認識して組ませていただきました。また地球温暖化2025年問題など先ほど申し上げたような先の目標年次の課題につきましてもですね、高齢化まちづくり基本指針に掲げる将来都市構想の中に織り込みまして予算を組ませていただきました。この高齢化まちづくり基本指針も大分にわたりますのでその付き合わせがちょっと半差になるかもしれませんけれどもそれも見ていただければと存じます。次に6ページでございますが新型コロナウイルス感染症対策私どもは危機管理予算として認識し組ませていただきました。参考資料にグラフ罹患状況要請等を示しておりますがこれは2月11日現在の数字でございます。でこの予算もの執行におきましてもですね誰一人取り残さない郡山ということを念頭にした運用指針としたコロナウイルス感染症対策も進めてまいります。PCR 検査件数の詳細は別点配布資料を参考いただければと思います。7ページにお開きください。これは今後の大きな課題になりますワクチン接種スケジュールでございましてもうご案内の通り3月中旬から医療従事者の方々に対して接種をしそれから4月上旬から高齢者の皆様に接種をいただくように進めてまいります。で、ワクチン接種会場につきましては南東北病院内保守総合病院敷地内休日夜間急病センター各医療機関というふうにしております。私も保守総合病院さんの中にですね、そのワクチン保管装置がつきましたので、それを
見させていただきました。非常に病院側におかれましても最新の注意でこのワクチン接種に備えておられるということをこの耳で確認をさせていただいた次第でございます。次に8ページに行っていただきたいと思います。この数字ありますようにこれまでですね、83億3972万円の予算を措置してまいりましたが、今後もですねこれらの予算執行が生かされるように今後もその政策を充実させていこうというものでございます。9ページにですね今後の課題を示しております。で全45事業で19億1549万円を予定して計上しております。で柱といたしましては感染症拡大防止策と医療提供体制の整備、それから雇用の維持と事業の継続、そして次の段階としまして、経済活動がですね回復あるいは新しいニューノーマル産業活動となるように対応していくというものでございます。それからこの大変コロナ感染症対策で、経済界いろいろご苦労されたわけでございますが、経済の世界でもいわば経済のワクチンをきっと打ちましてですね新しいニューノーマル経済体制が進めるようにしてまいるということを目指しております。で、新型コロナ感染症対策予備費を3億円計上しております。次に14ページに通じたいと思いますが、まちづくり基本指針分野別使用事業でございます。令和3年度当初予算に計上しました主要事業につきましては SDGs の例に基づき策定された市政の運営方針指針でございます。まちづくり基本指針における分野別に説明を編集しております。ここでの説明は一部とさせていただきますが、後ほど全貌を見ていただければと思います。はじめに15ページをご覧いただきたいと思います。中小企業等応援プロジェクト2021、これに5億3089万円を計上しております。で、これもですね、主な事業を説明申し上げますと、中小企業等応援プロジェクト2021総額5億3089万円は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けております中小企業等への支援メニューをパッケージ化したものでございます。でこのプロジェクトは下の図の通りですね大変多岐にわたるんでありますが、サステナブル継続支援とニューノーマルへの支援とさらに固定雇用継続資金繰り経営変革事業引き継ぎ観光業の6つのカテゴリーに整理いたしまして、令和3年度から新規拡充等を図る5つの支援と令和2年度から継続する支援と合わせまして15の支援メニューによりまして商工観光業の皆様と連携を図りながら新型コロナウイルス感染症に克服するリジリエントな経営力の強化に資することを目指すものでございます。で、各支援メニューの詳細になりますが16ページをご覧いただければ、まず中小企業と応援プロジェクト2021の各事業の詳細でございます。で新型コロナウイルス緊急支援給付金として2億6400万円を計上しておりますが、これは本市独自の固定費支援として令和2年度に実施した事業継続応援給付金と家賃給付金を合わせなどによりまして、これまでのですねこの給付金を利用されました皆様方といろいろ意見交換しまして、より利用しやすい制度に改めたものでございます。対象は売上が 15% 以上減少している事業者の家賃、光熱費、水道費等の光熱水道ですね等の固定費に対しまして最大40万円を給付するものでございます。
いわば消費的支出、投資的支出とありますが、できるだけ投資的支出についてご支援を申し上げるという考え方でございます。次が資金繰りの17ページの資金繰り支援でございますが、令和2年度から継続いたします各種融資制度、それからクラウドファンディング支援に加えまして、新たに融資返済計画変更支援補助金、大変長い名前でございますが、借り入れ後におけるアフターケアを支援させていただくものでございます。次が18ページでございますが、今までのテレワーク等導入費あるいは BCP 等の策定費用等についての支援策を継続するとともに、右側に掲げておりますが、ニューノーマル対応支援補助金といたしまして、宿泊施設や飲食店等が実施いたします新しい生活様式に対応した感染防止対策やテイクアウト等の事業の、チェンジへの費用に対しまして最大70万円を支援することとしたものでございます。さらに左側ですね、下段には、事業引き継ぎ支援ということで、事業承継や M&A に要する費用に対し、ささやかでございますが30万円を支援させていただくこととしたものでございます。次が19ページでございます。観光業支援といたしまして、新型コロナウイルス感染状況等を見極めつつですね、観光需要の変化に対応するために学生等による合宿誘致やコンベンション参加者へのおもてなし事業への支援のほか、旅館等が行う宿泊検証事業、新しい生活様式に対応した会議会合等への支援を継続するものでございます。これはほとんど継続でございます。次が20ページでございますが、郡山市の自慢の浅香米、887の生産者支援と需要拡大の目指すものでございますが、それからそのお米をですね、出産お祝い品として提供するということで、ものでございます。で、浅香米につきましては10アール当たり2000円を補助し、コロナ収束後の浅香米887の安定的な供給に役立てればというものでございます。それから2つ目は真ん中に書いておりますが、浅香米887の販売促進に向けたキャンペーン等の費用を支援するものでございます。3つ目、出産お祝いとして浅香米887と、これは令和2年度に続くものでございますが、ぜひ浅香米で育児あるいはご自身の健康にお役に立てていただきたいというものでございます。それから次がコロナ禍における試食用米から飼料用米への緊急転換しようでございます。これはもう全国的にですね行われていることでございますので、今の、お米のマーケットの方は食用米の、マーケットの方は在庫が主食用米の在庫が増えているということでございます。で、農業界全体として、主食用米から飼料用米への緊急転換を図るということが、これは郡山に限らず全国的な課題になっておりまして、飼料米を取り組む新たにですね、飼料米に取り組む農業者の皆様に10アラ当たり3000円の補助を行うというもので、ございます。次が25ページの方に移っていただければと思います。一言で申し上げますとですね、この分野については農業法人ですね、農業法人市内にもたくさんございますけれども、農商工連携あるいは農業法人の質的量的拡充につきまして、それぞれ農業法人さんの、経営方針にできるだけ沿った支援を申し上げようというものでございます。で、近々
農業法人の皆様との勉強会も農業委員会で予定をしているものでございます。あれは農業委員会長久保さん終わったっけか、これからだっけ、あの農業法人の勉強会これからだね、はい。次には31ページをご覧ください。これはもうあの恒例の奈良姉妹都市締結50周年記念事業でございます。大変コロナ感染症下で工夫がいるんですが、ぜひこのこれまでの良き奈良市とのですね姉妹都市の関係をコロナ感染症下においてもまさに持続させていただきたいという、これからさまざまな計画を立てていきたいと思っております。次が35ページでございます。出産結婚それぞれ目指すところが新しい方にはあるわけでございますので、結婚新生活支援と特定不妊治療の助成につきまして拡充をするものでございます。で新たに不育症に関わる検査費用の調整も実施いたします。次が37ページでございますが、これは以下の教育委員会のプロジェクトになりますけれども、学校施設の機能改善とニューノーマルへの対応ということ、それから長寿命化工事及び機能改善というものにしております。でそれぞれ今年の来年度のですね対象校の名前が掲げられておりますが、できるだけ早くですね全校についてこのプロジェクトを完成させていただきたいと思っております。それから39ページでございますが、小中学校における新型コロナウイルス感染症対策でございます。今までもですねトイレ清掃あるいは三密回避のためのスクールバスの増便、それから等ですね感染症対策を進めてまいりましたが、令和2年度の2、3学期については子育て支援施策支援のため一律私立小中学校の給食費2分の1の相当額を支援してまいりましたが、令和3年度第1学期も継続するというものでございます。次は40ページでございますが、タブレット端末の更新、それからデジタル学習ドリルの導入というものでございます。これも更新をしてですね新しい学習指導要領にも対応できる予算措置をするものでございます。それから、42ページ地域集会所等整備等の支援を拡充するものでございます。今皆さんがなかなか三密回避の中で集会所を利用するというのも、工夫がいるところでございまして、かねてからこの、環境整備にご要望がありましたので、補助対象に壁掛けエアコンを、もう設置についての補助金も予定するもので可能にするものでございます。次が44ページ生活困窮者自立支援の強化でございます。給付金もさることながら相談支援体制を強化しようというものでございまして、市役所本庁舎1階に設置しております自立支援相談窓口の相談人員を8名体制で取り組むということ、それから生活確保給付金による支援につきましてもですね家賃相当分を支援新たに支援を考えるものでございます。次が47ページでございますが、福島県立医科大学様と先般協定を結ばせていただきました。でその予算内容でございます。1765万円用意を予定いたしまして、コロナ感染症下に、というですねそれからそれに加えて地震という、予知困難なさまざまな危機的状況があるわけですが、その場合においてもですね医療サービスが受けられる、あるいはそれにストレス耐性の強い健康管理ということをこの共同研究事業の中で成し遂げていきたいというものでございます。
48ページに移りまして、新型コロナウイルス感染症対策の充実でございます。これまでも疫学調査、あるいは発生動向調査を実施いたしまして、感染症拡大の防止を図ってまいりましたが、さらにですね、これを継続しようというものでございまして、帰国者、接触者、外来等検体採取補助金、入院医療機関入院補助金、診療所内院内感染対策補助金、陽性患者搬送随行補助金等につきまして、予算を計上し、計4億8676万円を計上しております。それから次がスポーツを通じた地方創生プロジェクトでございます。これまでもいろいろスポーツ分野の振興、そのための支援をやってまいりましたが、やはりトップアスリートの、プレーを見るということは非常に大事でございますので、現にですね、高齢まで見ていただく、あるいは ICT を活用した部活動の支援ということで、宮城県にあります仙台大学との連携事業も進めようというものでございました。それからスポーツ推進プログラム展開、広域圏連携事業といたしましてですね、16市町村の間でですね、共同でスポーツを楽しむ、それを通じてですね、地域間の連携も、素地を作っていくと目指すものでございます。次、53ページでございますが、EV への導入補助を開始するものでございます。FCV、EV につきまして、FCV は25万円かける20台、EV の方は5万円かける70台、それからカーシェアリングの導入ということで、それに要する費用をですね、231万円、計1643万円計上しております。CO2 2050年に30年かけてですね、CO2 排出ゼロを目指すと、実質ゼロを目指すというものでございますので、こうしたスモールスタート的なものでございますが、今後さらに強化しようというものでございます。それから57ページにいきまして、農業施設等を活用した有機治水対策でございます。3億5927万円、それぞれ どの用水系、用水地、どの池をですね、対応させるかに予算措置講ずるか、こういう名称を挙げております。これは地域の皆様から危険度合いと、あるいは実際のニーズと十分伺いまして設定したものでございます。それから58ページでございますが、図にありますように、郡山市、環状を成している道路がさまざまございますが、今回の予算は内環状線の事業、それから東武幹線事業概要と、それから大町大月事業の概要でございます。で、真ん中の東武幹線事業概要の中に JR 5000橋委託費と委託等でございます。これは倍再生を超える超えるものでございます。工事現場を見ていただきますと、大きな橋脚が立っておりますので、ぜひ取材もいただければありがたく存じます。でございます。それから67ページでございますが、健康未来都市に向けたニューノーマルな都市開発を推進で、今までもこの方針をまちづくりの一つの大きな柱にしてまいりましたが、具体的に今度新規といたしまして、駅前町面第二地区旧受仙道総合病院の市街地再開発事業でございまして、21階建て併用住宅住居146戸の医療施設が整備されるというものでございます。それから大町二丁目地区旧星総合病院のさん の旧病棟のですね、病院施設の後に7階建て併用住宅賃貸住宅66戸、乳児院、保育所等児童福祉施設、
マーケット、医療施設、まあ、ケア、健康維持ということを、設計しそうにした地域開発を進めるものでございます。次は70ページでございます。私どもの地域の安全のために最大の課題でございますが、阿武隈が、それから、さまざまな河川の外水被害対策も大事でございますが、郡山の場合は内水被害というのも決してできない。でこれは内水被害に備えるための、貯留管あるいは肥門放流橋を整備するものでございます。大変工事費が、難しい工事でもありまして、47億5972万円を計上しております。それから72ページ、消防力の充実強化でございまして、消防団員も残念ながらなかなか、確保というのが難しい。そして、いわゆる、消防の高度化、技術革新も進んでおりますので、最大限それを取り入れた、消防の機動力を高めようというものでございます。それから73ページでございますが、いろんなご議論があるところでございますが、旧豊田貯水池でですね、これやはり今の気候変動安全が最大の課題でございますので、そうしたことを念頭にですね、利活用方法について検討していくものでございます。でそのためにですね、環境調査あるいは、生態調査等の調査をあるいは歴史調査を多角的に行いまして、真にこの跡地の有効活用を図る、あるいは歴史を残すということを目指してまいるものでございまして、2390万円計上しております。で、最後75ページでございますが、除去土壌等の搬出完了、今年8月末で完了を目指しております。なんとか事故もなく平穏に除去土壌等の搬出が進むようなことを願いつつこの予算を計上しております。それから次が76ページでございますが、デジタル市役所実現の集中投資で2億1689万円、先ほど申し上げましたように2025年がですね、デジタル庁も示しております。政府全体のデジタル化のひとまずの完了の年次でございますので、それを意識したさまざまなシステムの公開あるいは、新規の投資というものでございます。で、キャッシュレス形態ファイブレスと申しておりますが、それについてですね、よく順序を踏まえて実施していこうというものでございます。それから77ページ、郡山広域圏の持続的発展、16市町村がお互いにこれまで対抗支援、といったことで実績を上げてまいりましたが、令和3年度もですね、さらにこれを充実してまいりたいと、他の市町村の皆様の意見も十分聞きながら、これに対応してまいりたいというものでございます。どうも長時間にわたりまして恐縮でございます。その次に今のですね、予算編成を十分に効率的に本来目的達成できますように、組織の方も変えようというものでございます。部の名称変更、それから市として係の改配というものもございますが、今までの私どもの経験からしましても非常に行政組織の場合係というものの役割非常に大きくございまして、ぜひ部下レベルじゃなくて、係なんだ係地裁改革じゃねえかということでなくてですね、係の意義というものを認めていただいて、それぞれこのそれぞれの課の編成名称変更についてもご注目いただければと思う次第でございます。早い話が恋がかりでございますが、係でここまでですね、恋料理あるいは恋育成について、
市民の皆様の反応、それから技術革新がここまで進むということは、予想以上に質的量的に素晴らしい成果を上げておりますので、今回改正する係新設あるいは係名変更もですね、十分その期待に応えてくれるものと期待をしているところでございます。以上が予算と組織改正の概要でございます。どうもご清聴ありがとうございました。質問をお受けしたいと思います。質問をはじめにただいまご説明した項目に触れていただき、その後にそれ以外についてお受けいたします。それでははじめに幹事社の読売新聞社様お願いいたします。はい、読売新聞さんですか。よろしくお願いします。実は新年度予算についてお伺いしたいんですけれども、選挙を控えて骨格っていうことですけれども、その中でも、いろいろ施策を今発表していただきましたけど、これに力を入れたんだというような項目があれば、教えてください。まずは何よりもコロナ感染症対策を含め、素敵に正しいものワクチンの受け入れもありますが、これは骨格だから先にというわけにいきませんので、それから農業法人の私は非常に大きな役割をやっているのではないかと思います。これもですね、今まで少しやってきましたけれども、本格的に取り組むという非常に意義ある署名になるのではないかと思います。よく見ますとですね、後でこの人から資料を用意していきます。国の方でも非常に農業法人に、農作物の輸出につきましても、あるいは農業経営の持続可能性拡大のためにも、随分と農業法人に着目した制度改正をしておりますので、そうしたこともフルに活用してまいりたいと思っております。あとはもう全ての政策に要になるわけですが、 DX 化をですねさらに進めていきたいと。質的に厳密に見るとこれ新規じゃないかというのはあろうかと思いますが、まさにコロナ感染症対策につきましてもですね、都市計画につきましても要の政策でございますので、学校さんの他に新規的なものを入れたというのが編成の思いでございます。はい、わかりました。読売新聞から以上です。次に福島放送様お願いします。幹事社の福島放送です。よろしくお願いします。市長、今ですね、新年度予算の力を特に入れるのはコロナ対策というふうにおっしゃったんですが、危機管理予算の中で新型コロナウイルス感染症対策ということで、ワクチン接種のスケジュールなども出ておりまして、こちらの中で接種会場が、南東京院さん、総合病院さん、休日夜間休業センターなどあるんですが、現時点で、接種できる会場の数というのはどのような、どれぐらいの数をイメージにされていらっしゃるんでしょうか。今、大勢の方を受け入れるところは病院、先ほど申し上げたところですが、今はですね、医師会の先生方とも、相談中でございますが、いわゆる開業医の先生方も非常に、協力的といいましょうか、積極的な対応をお考えいただいておりますので、どのクリニックで、どの地域で、あるいは何箇所で、引き受けていただくか、制限ができ次第また公表させていただきたいと思います。福井所長特に追加させていただきます。はい、接種会場の方ですが、市長さんにも申し上げましたように、集団接種の会場、個別接種の会場と2つの考え方で、確保したいと考えています。集団接種の会場は今、お説明ありましたように3箇所で実施をし、個別接種の方もですね、1箇所でも多くの市
診療所あるいは病院さんにご協力いただくような形で、やっていただけないかというような方向で今、医師会のほとんど調整をしていただいています。で、まあ、どのぐらいのタイミングでワクチンが来るかとか、まあ、いろんな諸条件まだ気にしていないところがありますので、その辺はこれから、より具体的に進めていきたいというふうに考えています。幹事社からは以上です。引き続き他社の皆様からご質問をお願いいたします。災害という場合に非常用電源としても活用できる、また雇用者、平日は雇用者として活用して、土日を一般の方にも利用してもらうという、そういう意味でのカーシェアリングということを想定してございまして、まあ、雇用者の効率的運用という部分も含めましてデータ検証も合わせて行いたいと思っていますが、実際にじゃあ導入となりますと、プロポーザル的な形で提案を受けて、事業者の方から提案を受けて決めていくような考えで今おりますので、それから、設置工事ということを考えますと、秋口、9月10月以降の、稼働になるかなと今のところはそういうふうに見込んでございます。そして台数的には重放電、こちらの想定しているのは急速ではなく普通待機で、想定してございますが、こちらは一応現時点におきましては、EV が2台導入なので、それに合わせた2台という形で、現時点ではそのような考えでおります。以上でございます。続けて質問します。現在、駐車場の方にも、敷地内に充電設備整備されているかと思うんですけれども、それとは別にということでよろしいですか？そうですね。今現在、設置してあります、情報的に、あちらは急速タイプでございまして、それとはまた別なタイプと普通ということになります。場所としてはまた別の場所で用意する。そうですね、場所もこれからちょっと関係部署と協議させていただいて決めていきたいと考えております。わかりました、ありがとうございます。他にございますでしょうか？それでは説明項目以外にございましたら、それから一つね、小さいようで、これは面白いプロジェクトになるんじゃないかと思っておりますが、51ページでございますが、旧板手小学校主体だと思う施設を活用した蒲田クリアセンターの機能充実というものがございます。今ですね、これ組織間の競争と本日と申しておりますが、教育委員会所管とそれから市長府局所管から非常に注意深くですね、教育委員会の専権、事項を懸念でございますから、そこを十分配慮したですね、政策を打たなきゃいかんのですが、市民の皆さんからすればですね、こちらは教育委員会で、こっちは市長局だというのは、必ずしもですね、それで全部を仕切るというのはいけませんのでですね、ここは中田クリアセンターにつきましては、教育委員会と市長局との預金競争コンペティションじゃなくて、コンチェルトですね、市民の皆さんから見て縦割りの弊害ということを感じさせない、施設の修繕あるいは運用を目指す場所としてですね、私ども大事なプロジェクトを考えて、ですのでちょっと補足させていただきます。それでは交付内についてご入信者様ございますでしょうか？コロナのワクチン接種ですけども、
震起きましたけど、なんかその進捗状況に影響が及ぶということはあるんですかね。ないですよね。今のところですね、これに影響するというふうには、これまでの今回 の、 地震が起きた後のですね、いろんな証言書から見ても、特にこのもっとプラスルとかですね、追加の措置がいるんではないかというのは、ちょっと今のところは想定してないんですけれども、さらにですね、注意深く、このワクチンの負担でございますとかですね、地震があったときに、その対応がどうかというのは、さらに注意深く検討してまいります。保健所長、そういうことで、申し訳ございませんか。保健所でございます。今回の地震は、予防接種の準備には、基本的には影響ないというふうに考えています。前回 の、 台風の時と違いまして、いわゆる浸水死、水に浸かったから、どういうふうな判定が出るというようなものが、ございません。今回については、一件の申請について、一件ごとに、やはり中に入ってですね、入らせていただいて、調査をしなければならないというような問題がございますので、調査に関しては、